でね、お尻の筋肉ってこっからこうくっついてくるんですね、はい、なのでここをちょっとしっかり緩めてあげるとめっちゃ効くんです、うんうんね、めっちゃ効くってことはめっちゃ痛い、痛い、いやこれ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 ここ押さえるとこの辺とか効くでしょ。この辺なんで効くんですか。だからお尻、あ、足の筋肉がこう来てこう来てここに来るんですよ、付け根にね、はい、ちょっとやらしょくね。本当にストップしてます。ちょっと私耐久性足らないですかねって。いやいや、あの大体ねみんなこんな感じなんですよ。初めての人は。はい、いきますよ。痛い痛い。よいしょ。あとね、お尻がね硬い人ってここにで。痛い。肩がった。ごめんね。足こうしといて。押しやすい感じです。はい、では反対側もどうぞ。もう予想をはるかなに。あと汗も近くですね。ね、汗かくでしょ。すごいです。だからね、予想よりはるかに痛いよってみんなに言ってんだけど、いや、予想が予想すぎるでしょ。え、ちょっと待ってください、ここに取れていいですか。はい、大丈夫です。ではね、こちら、さっき痛いってだからもう痛い。うわぁ、これ痛いってだからもう右よりましたね。あ、マシです。なんか痛い、ね、なんでだろう、痛いってことはね、右足にこう重心ってかけて立ってる機会が多いからね。痛い、でも痛いです。めっちゃ痛い。う、痛い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 。はい、では下向き休みましょうか。下向き下向き下向き、はい、今の稽古痛い、生まれて初めての痛いでしょ。